森進一です。はい、本日はですね、また思っちゃったことを伝えちゃったの TV じゃないな、今回ね、前から思ってたことを言わせていただこうと思う語りの動画でございます。はい、なんていうかな、ですね、空手道場側の先生目線で、お話になるんです。各道場ね、皆さんいろんなとこでね、道場をやられてると思うんですけども、すいません、これマイクちゃうわですね。道場を経営する側ね、これ道場先生がね言いたいことだと思うんですけど、結構ね、いろんなフェイスブックやらツイッターとかね、いろんなとこでこうやり取りしていることがです。はい、残念ながらね、体育館であったり、何が言いたいかというと、近隣のね迷惑ね、これを考えてない人が、結構多いんじゃないかなと思っております。まず言いますよ。まず私らではこれ自分の持ち物ではありませんね。道場をお借りして、ね、家賃を払っているんですけども、そのやっぱり子どもたちの駐輪場であったりね、そういうのがちゃんとできてない状態です。はい、一応ガレージは借りてるんですけども、それに入らなかったりね、する場合もあります。でも今はきっちり入れてもらうように、お父さんお母さんたちがすごく監視していただいてね、私がもう2階にいてるんで、下で綺麗に並べたりしてくれてるのは、もううちの道場生のお母さんたちがやってくれております。ありがとうございます。そうですね、車、特に車で送り迎えをするね、ご父兄の皆さんが道場の前で車をパッと止めてね、狭い広いいろいろあると思うんですけども、そこでドアを開けて子供が1人2人出るたびに渋滞が起きると、ね、もうそれだけでも、もう道場の真前で下ろすということですよね。道場の前で下ろして、ドアの前でドアトゥードアじゃないけどね、そういう言い方を追ってますかね、車のドアトゥードア、これも最悪です。はい、もうこういうことをが結構多いかなと。あとお迎えの車がダーッといっぱいこうね、一列に並んでいるとか、具合悪いということです。はい、自転車もそうです。うちはもう口酸っぱくすごく言うんです。私がもうすごくね、そういうとこにうるさくてですね、うち2階にした理由はそうなんですよね。1階だったんですよ、ずっと私ね。1階の時はもうお母さんたちにね、申し訳ないですけど、もうやっぱり見たいんでしょうね。帰り迎えに来るついでにやっぱり組手が見たいとかなったら、もう自転車なんかもうぐわー止めて、お母さんたちがもうね、見てはるんですけどもね。それを最初は僕がね、道場を開いた時はやっぱり人気がねないと、やっぱり道場は運営できへんのかなと思って1階にしたわけです、ね、看板も下にあって見やすいということね。ほんで誰から見ても窓から見えるとかね、そういう状態を作ってれば入門しやすいかなというのが最初の頃です、私もね。だから最初の道場を、常設道場を持った15年ぐらい前ですか、13、4年前かな、に時にやっぱりそういうふうに思うんですよ、みんなね。道場をやる人は、僕も最初はこういろいろ公民館借りたりね、で看板も毎日こうね、僕が来てから看板出すとね言って、また帰り次第に片付ける、ジョイントマットも引くね、引いて帰る時に片付ける。私その時夜勤とかトレーラーの運転手がしとったんで、いろいろ大変でしたけどね、もう寝不足ばっかりでね、それの話は別として、やっぱり空手道場を経営しようと思ったら、やっぱり道路に面したところで、もう見やすいところでね、やるのが一番ですよ、一番。でもそれをすると、今度は何が起きるかということは、ご父兄の皆さんね、30人の道場やったとしましょうね、そういった30人のお迎えが来るというふうな感じですよ、ちっちゃい子ばかりやったらね。ほんでそれが50になるとキャパオーバーになって、こうやってね、道場を構えたくなると。レンタル道場の時でもそうなんですけども、レンタル施設の時は結構ね、自転車置き場があったり体育館があったりねしてて、結構いいと思うんですけどね、それはいけてると思うんですけど、やっぱりこういうテナントを借りるとなると、近隣の迷惑、まず騒音ですよね。騒音問題、道場の稽古 の時間とかね、窓開けてたら外にうるさいとかね、そういうのはもう全部クリアしなくちゃいけないです。で借りてしまったら最初に結構金額がかかります。はい、もう男がね、城を作るみたいな感じで、腹をくくってね、保証金を入れて、家賃を払うことで、で私も最初常設道場やった時はもうずっと赤字でした。赤字、もう家賃払うために働いてました。はい、もうそのためだけにね、
はい、で道場の稽古は週3回4回、ね、毎日できますけども、家賃がやっぱりかかってくるんで、電気代もね、やればやるほどかかっていくんで、もうそれは私もトレーラーの運転したり、いろんなねホットドッグ屋さんや自分でやったりね、やっぱり自分で働きに行ってもやっぱりなかなか難しい状態です。で家の給料はもう全部道場につぎ込んだ時代が何年もありました。はい、まあ、そこまでしてね、先生たちは苦労してるわけです。ほんで道場の子供たちを伸び伸びさせてあげようと思ってね、広くしたり、マットを引いてね、ちゃんとした常設道場にしようと思って一生懸命やっております。はい、そんな中でね、道家の皆さんにお願いがあるのは、やっぱりその先生たちも言いにくいとこがあると思うんですよね。はい、私はもうバンバン言いますから、うちの道場はもう一切ありません。やっぱり一昔前はありましたよ、ね、近隣自転車止めたら、さっきも言った通り車でお迎えしたというね、あります。ほんで新しい人が入門者がうちもあればあるほど、やっぱり毎日そこに気を使います。子供たちを入門させてね、2人が入ってきたり1人が入ってきたりしたら、子供たちには何にも問題ないんですよ。やっぱり入門されるしてくれると、親御さんのどういうふうな所作をするのかなとね、親御さんに対してやっぱりこっちは、私はもうちょっとこう敬遠するじゃないけども、すごくありがたいんですよ。ありがたいけども、まずちっちゃい子の お母さんだったら、またちっちゃい子のお母さんなんで、わかるかないけどね、なかなかね、そういう邪魔になってるとかがわからない状態の人も結構多いわけです。はい、だから最初入門体験に行きますよとかね、連絡くれるんですけど、もうすごくそこが緊張するというか、一番気を使うところが親御さんです、私は。はい、子供は何も来てもね、もう懐いてくれるんで嬉しいんですけどもね。でそこに言うこと聞いてくれんかったら、うちは入門できないですよということで、もううち入門するときにすぐにもう長文でね、もう見てるかどうか分からんけども、駐輪の仕方とか送り迎えはそこでしなさいとかね、いうことを結構細かく書いてて、もう嫌なるほど書いてます。もうこっちうるさい先生だなというぐらい、それを返信して、それを見てまた入門していただいたらいいなと。あんまりにも厳しいこと書いてるんで、入門しない人もいます。はい、もうそれはそれで僕いいのかなと思っておりますね。後でやっぱりね、ごちゃごちゃなるよりということで、まあまあうちの道場は今のところ全くありません。親御さんたちが自転車もねやってくれてるし、車もね遠いとこから来てくれる人もいます。車で送り迎え長年やってる人もいます。みんな離れたところでね、もう全然うちとは関係ないところで、要はね、車で来てましたね、車で来ました、道場の前で降ろさなくてもいいんですよ。子供たちはね、本来は家から近所だったら走ってこなかったんですよ。リュック持ってガーッとね、自転車も普通乗るなっていう道場も多いわけですよ、ね、だそうやったら建物のね前でこう車でパッと降ろすのに甘やかさないで、ね、まあ、一応ちっちゃい、もう幼稚園の場合だったらうち自転車の前で自転車も降ろしてください言うけど、自転車でも私は小学校からはもうどっか離れたところの公園で降ろしてから来させてくださいと、まあ、見える範囲に公園がちょうどあるんで、まあ、そこも自転車中止ですけど、うちはね止めさせないけども、公園に止めてタタタとこうね、公園に止めて自転車で降ろしてくださいっていうことで、幼稚園の場合はお迎えの時はね、やっぱり家の前、道場の前で何かあったら困るんでっていうことでやってるんですけども、まあ、一概にね、その学校でいろんな問題が起きたりしますやんか、通り魔じゃないけども、そういうね、まあ、そういうのもちょっと考えてるのはおるんですけども、だからそんな時はやっぱりね、お迎えの人は心配なんで、って思ってるんですけどもね、やっぱりそこでね、道が狭くて、お母さんたちがダッとね、20人ぐらいの子供たちが自転車も大きいから、そこに集まるとやっぱり近隣の迷惑になると。近隣の迷惑になると何が起きるかということは、まあ我々今極真会館にいないんであれなんですけど、極真会館の本部に連絡があったりね、組織が大きいから大きいほど、そういうシステムの一番大きいところに連絡が行って、我々みたいなね、支部長とか分支部長のとこはやっぱり怒られるだけです、ね、だからもうあんた道場やらさないよというふうに組織がね守られておるんで、そういうお叱りも受けます。で我々今独立したんで、何してもいいかじゃなくて、それは関係ないわけです、ね、自治体の方に連絡があったり、近所のね町内会に連絡があったり、警察に電話があったり、市に電話があったりされるとね、やっぱりそれをちゃんと調査した上で、我々もこの家主とね借りれなくなっちゃったりするわけですから、はい、ここはね上が家主さんなんですよ、はい、だから一緒に上も会社やってはってね、家主さんがちょうどここ2階なんですけど、1階がガレージで、全員そこの会社の人と私と借りております。ガレージね、会社の社長さんもみんな泊めてあります。だから上もね毎日こう仕事してはるんですよ。だからここは運よくね、すごくいい環境でおります。で、まあ、周りうちねマンションも建ってるんですけど、まあ、マンションで結構聞こえないみたいなんで、ほんで結構一軒家もあるんですけど、最初にね、ここを引っ越した時にね、
皆さんすいません、空手道場やります言うてやらせていただくんですけども、騒音もねちょっとあると思いますって子供たちのね元気な声が聞こえると思うんで言ったら、耳遠いから大丈夫ですよって言ってみんなおじいちゃんおばあちゃんで、私ら耳遠いからもう聞こえないから大丈夫ですっていう、すごくありがたい道場でね、はい、今はすごく横にも公園があってっていうことですごく環境でいいんですけども、そういうとこばっかりじゃないと思うんですよね。だから先生たちが苦労してね、子供たちにね、なんとか毎日こう稽古通わすようにねしてもらおうと思って頑張っていることがあるので、まあ、そういう道場のね、該当する人があれば協力してあげてくださいねという動画でした。はい、子供たちはね、親母さんもねやっぱり迎えに行くのはね、もちろんさっきみたいに安全確認をしなくちゃいけないのでもちろん分かるんですけども、束でね 2,3 人が喋ったりしたらもうそこだけでも道が塞いでしまうということですね。自転車でさえね、だから車で来て車もこうザーッと並ばれるとね、10人やったら10台の車が鳴るわけですからね、相当ですよこれ、私から言いました、相当なもんです。はい、それをよく考えないとね、一番先に道場の前にこうね迎えに来た車が止まってるって、もうこれ一番乗りっていうことじゃないからね、もうこれしてるだけでもこれはもうちょっと失格ですよ私から言いました。はい、先生にお世話になってるんであれば、そういうとこは必ず皆さんで協力し合ってね、でまあ、自転車のこととかあるんであれば、心配であればね、同じ時間に大体終わるんですからね、1人のお母さん2人のお母さんに任せてね、安全確認をさせてあげてね、2人だけ立つということですよ。はい、自転車の整理もお母さんたちがやるんですよ。はい、それぐらいで俺はええと思うんですよね。月謝払ってるから先生が全部しなさいよとか、ね、先生が警備員雇ってくださいよじゃなくてね、やっぱり空手道場っていうのは他の公文とかそういうね学習塾ではないのでね、心と心をこうねお互いがこう向かい合ってやる武道の場なんで、それはお父さんお母さんもね入門する時に私も言いますけども、お父さんお母さんらもしっかり武道のね親御さんになってほしいんですよということでお願いしてるんですけど、だから本当に何回も言う、うちの道場ではもうみんな協力的でね、私もうるさいのもあるんですけど、みんなしてくれております、本当に感謝しております。はい、だからみんなでねこう助け合えばできることなんですよね。で先生も言いにくいんでね、と言うけども言わなダメですよ私から言いましたね、そこの場所が借りれなくなったらもう道場閉鎖ですからね皆さん。はい、せっかくねいい先生が揃っていてもね、やっぱり親御さんたちがそういうことをすればね、それだけでも道場が閉鎖するということです。はい、それが学校であったり公民館であったりいろんなところで借りてる道場もあるわけでしょ。もうそこなんかもっともっとってもうどこも一緒ですけどね、今度は学校に迷惑かかるね、学校に連絡が来るね、市役所に連絡が来るね、そこはもう家主との関係じゃないからすぐにも抹消されますよ僕から言いましたら。またここらみたいなね家主さんだったら、すいませんもう気をつけますわって今後ともねやります言うてね、うちも宮古島道場で隣あるんですけど、うち2軒目の道場が今やってるんですけども、そこのね隣のおばあちゃんが、おばあちゃんっておばあちゃんやな、おばあちゃんが6時半に寝るんですよ、夕方の6時半に。ほんで子供たちが7時過ぎに降りていくんですけども、その窓を開けてはってね、ほんでその声がうるさいと、稽古の声はどうでもいいんですよ、帰ってくる階段の横に家があるんですよね、その踊り場のこうぐるっと回る階段のとこにちょうどあって、家があって一軒家があって、そこのおばあちゃんがもう全然あかん言うて怒鳴り込んできたこともあります。はい、でもそれね最初に僕びっくりしたんですよ、6時半とか7時に寝るんですか言うて喋って、もうもうほんま気なんねんってね、もう何年かやり取りしたんですけども、やっぱりねそういう方っていうのはやっぱりその精神がね少しやっぱり病んでるというかね、だからこそこっちも気をつかなあかんのかなと思って、今は皆さんうちで LINE グループがあるんで、道場のねその LINE グループで全部通達してね、そういうね、まあ、簡単に言えば病気って言ってしまえば病気やろうし、神経質ったら神経質やろうし、その人のためにね僕らはその人をいじめることになっちゃうんで、皆さんにお願いしてるのは、今もうお母さん帰る時にね、子供たちやっぱちっちゃいのうるさいじゃないですか、だからもう階段のとこで皆さん 2,3 人がねもう自主的にお母さんが今毎日立ってくれてます。で階段降りる時にシッシッ言うて降りるシッってね、みんなこう子供たちが降りてって6時半とか7時ですよシッ言うてやってます。はい、
そのおかげで今やりだしてからね、まあ半年ぐらいになるんですけども、全然苦情も来なくなりまして、はい、もう最初はねもう6時半やったらねとか思っとったんですよ。ほんでね、その公民館じゃなくてそういう憩いの場みたいなとこ借りてるんですよ、うちね、公民館か。でそこの人ももう全然気にせんでやってくださいねっていうぐらいだったんですよ、僕と話してね。また時間帯が時間帯なんでそんなに気を使うことでも、おばあちゃんなね、やっぱりもう寝られへんわあんた言うて何回も言われたことあって、ちょっともうちょっとねとかいう話もしてたんですけど、ゆくゆくかよく考えたらね、そういった精神がね、やっぱり病んでる人に対してね、それはあかんかったかなと思って、で今は気をつけるようにしてみんなで協力し合ってます。はい、だからその人がやっぱり今度訴えるとね、今度市役所に訴えるとやっぱりそこも私らもたった一人であれ使えなくなっちゃうということですよ。はい、そういうとこを気を使ってね、我々先生たちをやっておりますのでね、何のためにもなりませんけどね、今回はただのうだうだ話ですけど申し訳ないですけど、空手道場っていうのをみんなでね守っていって、長く続ける空手っていうのを僕ら目標にしておりますんで、幼稚園から入った子が大学生になって、ね、高校生になって大学生になって、まあ、警察官になったり社会人になったりっていうのを我々も今もずっと体験しておるんで、できればその子らがここに帰ってこれるようなね、道場で降りたいなと。で道場はやっぱり自分らのね、その帰ってくるバーやろうしね、居場所なんでね、それをやっぱりなくさないようになというふうに思ってます。僕も引っ越し好きなんで、結構引っ越してきましたけど、それは何も苦情が来て引っ越したんじゃなくて、どんどんキャパが大きくなっていったんで今の状態になってます。だここの状態でも私ももっと狭いなと思い出したんでね、またでも今度引っ越しようと思ったら怖いですわ、はっきり言うて。もう次こういういいとこないんかなと思って、うちら中崎町出身なんで、中崎町ってあるんですよね、そこに中崎道場の中崎っていうのは、私中崎ちゃいますからね、皆さん時々中崎先生って言われますけど、もうめんどくさいからオスって言ってますけど、はい、オスとは言うてんけどね、悟空ちゃんやからオスって言ってますけど、私倉谷なんで、はい、倉谷薫と言います、はい、木村拓哉ともよう言われますけど、はい、中崎先生って言われますから、まあいいですけど中崎で言ったら中崎町に戻りたいんですけど、実はねこっから本当すぐそこなんですけど、はい、中崎町付近でやってたんですよ。でどんどんぐるぐる回ってきて、天満のねこの一番ね、聖堂会館があって、新生会があって、白蓮会館の石原先生のとこがあってね、っていう一番こうごちゃごちゃしたとこに入ってきちゃったんですけども、本来は中崎町に戻りたいんです。で中崎町はもうちょっとね家賃が高いんで、ほんでまあビル街やったらね騒音もないかなと思うけど、今度自転車の問題とか私の車止めたりするのもね、いろいろあるんで、絶対立地が合わないんですよ。はい、ということで今ここはねすごくありがたくね、家主さんとも、家主さんって社長さんともね仲良くやってますんで、すごくありがたいです。はい、そこで皆さんね、ちゃんと要素言えたかなと思いますけど、みんなね、先生に気を使ってね、そこは皆さんで協力し合ってねやってほしいなっていうことでした。いつも長々とすいません、ありがとうございました。そういうことです。どっちのためになったんかなと思いましたけど今親御さんもね、そういうやっぱり武道のね、黒帯のお母さんたちは黒帯のお母さんになってほしいわけです。はい、ということですね。黒帯のお父さんは黒帯のお父さん、親御さんは黒帯の親御さんになってほしいね、茶帯の親御さんになってほしいというふうに一緒に成長して いけたらなと思います。我々も成長しなくちゃいけないしね退化していったらあかんやろうし、ね、我々もおごりがあったらあかんやろうし、結構気を使うとこであります。はい、よろしくお願いします。おっす。時は過ぎ枯れても誰かを愛してたい。